まずは多摩地域です。町田市は東北地方で先月起きた最大震度6強を観測した地震を受け、福島県南相馬市に応援職員を派遣しました。建物の被害認定調査などを担います。稲城市は市内10カ所の施設で募ったウクライナへの支援金をこのほど在日ウクライナ大使館に贈呈しました。総額およそ195万円でした。続いて23区です。新宿区の稲荷行神社では花しずめの祭りに合わせ、今月30日まで社務所の屋上で育てた桜草を展示しています。またアートプロジェクト東京ビエンナーレに展示された馬の絵も飾られています。